中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第197回目の放送でございまして、土日に、仕事がある場合は金曜日木曜日あたり前倒しでですね、録画して、それを編集するという時間に当てたりしてたんですね、見えるラジオ。ところがうかうかしておりまして、今日土曜日に、なってるんですけど、これからガーガーズのね10周年のコンサートにちょっとお邪魔したりですね、明日は新潟の方に行かなきゃいけなくて、そうすると月曜日の見えるラジオに間に合わないっていう、ことになってしまいましてですね、ですんで、先月21日に、ミュージカルダディで出会った仲間たちコンサート、これで、ちょっと時間つないでいただくかなっていう、ことで許していただけたらと思うんですけれど、では前回ね中川さんが桃花ちゃんと一緒に歌ってる、1、2曲やりましたけど、今日は3曲目から、そして、高崎さんこと玉木さんのステージと続いていきます。時間の許す限り、ご覧いただきたいと思います。次の歌はスイカの向こうに宇宙が見えたという歌なんです、はい、これは桃花ちゃんの独唱でしたね。そうでしたね。皆さんパッ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 ペッペッ、下から見上げるとなんかゾクってきちゃう。これ懐かしいでしょ、これこれね、はい、バンドのメンバーみんなねこれ被ってやったよね。はい、で次の曲行くのに岡さんだけまだ被ってたっていう。ずっとかぶり続けてらっしゃって、すげえ間抜けだったっていう。可愛かったですよ ね、懐かしいね、いろいろが。いろいろ懐かしい、じゃあこれももかちゃんに歌っていただきたいと思います、はい。スイカの川なんだぞ、種を飛ばしてパパが僕に言った、お腹が宇宙でいっぱいになっちゃったわ、テレビを見ながらパパがパパに言った、僕はスイカの白いところも食べ尽くす、星から星へと僕は飛んでゆく。
ってたよね。すごい高いところで結構ギリギリの台ギリギリのところで歌ってて怖いなって思いながら歌ってました。めっちゃ怖いな。結構怖かった、ね、階段が急でね。急でみんなだってあの誰だっけあのダンサーの人のパーッと降りてくるね、うんうん、本当にタタタタタタタッてくる。俺なんか降りるとき必ずこうやって解除が必ずつけて痛みにつくせ。いや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 、もう優しさですね。いや本当ありがたかったのよ、うん、本当に怖いもん。私もすごい怖かったです。そうなんだ、ね、でもすごい印象的なシーンだったでしょ、ね、ありがとうございます。今まで3曲歌いましたけど全部これはあの新澤俊彦さんという首の長い青年が青年というにはもうねもう61位になりました。昨日おととい17日か、ね、おめでとう。おめでとうございます。次の曲も、はい、パレードというこれはこれも短縮系だったよね。短縮系でしたね。なんか恐竜さんと一緒に歌った後に中川さんが出てきてくださってヨウちゃんがピロ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 ってやって、うん、パッこれが全然合わなくてさでも合ってましたよ本番で。最後はねずっと合わなくてもう個人的に叱られましたもんちゃんと合わせてくださいって。そうだったんですね。ピローン、うん、なかなかあの電話ね、これはねヒゲダンスなんですよ、うん、分かった、なんとなく分かったあのねあの昭和のギャグをねちょっとちあのちらほらいろんなところで、ね、散りばめて、はい、いたんですよ、うん、ねあのなんだっけこれのハケじゃないの。これのハケだと思います。一緒に金ちゃん走りして帰った私たち、うん、気づいてる方少ないかもしれないけど、ハケ方もいろいろあの2人で、はい、研究してね教えていただきました金ちゃん走りを。そうそうこうだよって金ちゃん走りって何ですかって言われたすいません、うん、そうそうそう。でも最初はねゲッツでねハケようと思ったんだけど、はい、それをなんかチラ見していたあの川原さんがね、演出の川原さんがね、それ使おうっていうなんかあのそういう恐竜のシーンで使われ、恐竜のシーンで使ってましたね。使われちゃったんだよ。最初俺だったんだよ。そうだったんです。そうだった。最初俺がやったんだけどさ、取られちゃってさ、しょうがないから金ちゃん走りにして、そういうね、ビニーサイニーにね、いろいろ考えておりましたけれど、はい、じゃあパレード行きましょう。はい。一番にラッパが鳴ったら広場に集まれ今日はパレード。ドラムを叩けシンバル鳴らせみんな歌おう大きな声でポン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 パレードドドドドどこまでもポン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 パレード明日続いてる。僕らの足でさあ繰り出そう今日はパレード。僕らの夢が僕らの歌が空に広がる大きな空にポン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 パレードどこどこどこまでもポン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 パレード明日は続いてる。誰だ心に素晴らしい力が眠っているんだ。さあ目を覚ませ。明日は続いてる。Oh yeah. 明日は続いてる。Oh yeah. 明日
Thank you. ありがとうございます。いい歌だな。いい歌。今笑ってとこだよ。うなずかれてもね。すごいうんうんってうなずきが深かったです。深かったですね。今日はゲストの方がお見えになっております。どういうゲストかと言いますとですね、一緒に歌を作った方たちということなんですね。まあ、あの楽屋で一緒に歌を作ろうよって言ったり、なんか今度リサイタルがあるから歌俺作ろうかって言ったらいいですかみたいな感じで、そうやって3人の方と歌を作りました。そのまずトップバッター、玉木さん、だるまの高崎さんこと玉木高政さん。任せなさいって書いてちょ後ろ緊張しちゃって、うん、緊張か見えないよ。全然見えない。見えないです。ちょっと後ろ振り後ろ向いてみて。それ何作ってきたの？奥さんが作ってくれました。本当素晴らしい。ズボンもまたいいね。これお子さんが作ってくれました。すごい。仲がいいんだ。二人の子供たちが一生懸命絵を描いてくれました。ね、いやいいよ。そして。うん、先ほど、うん、皆さんにサインをしていただきまして、うん、あっちこっちに、うん、いいでしょ、後で脱いで見せますもん。すごい。脱いだ前をこっちの方を見ちゃうんじゃないの。そうです。ちょ緊張しちゃって、これ水置いていいですか、とりあえず。いいよ。どうしていいか分かんないです。じゃあ置いたら。いやー懐かしいよね。世話になりました、随分。いや、こちらこそですよ。いや、もうね、いや、ほんとね、メンバーって何とかリハかなんかするでしょ。それでもう疲れちゃって、その後飲みたいなと思うんで、誰と飲もうかなと思ったらこの人がいたって感じ。いや、よく誘われました ね、 ね、うん、その帰りのその俺一旦帰ったんだけどさ、高崎さんにメールしたら、今は電車に乗って家に向かってるところって言うからね。でそこを追いかけて行ったりました。すごい。もうね、本当に迷惑ですよ。そんなことで早く帰りたいのに。あ、そうだ。いや、楽しかったです。いや、そこでね、うん、そのなんか中華屋さんみたいなとこでね、そうそうそう、曲、あんた作詞しなさいよっつって。いやいや、無理ですよっつって。その時言ったんだ。いや、覚えててくださいよ、その僕の記念すべきそのきっかけを。そうかそうか。もうそれで、いやいや無理ですよって言ってたんだけど、うん、それからね、何日か経って、うん、その東京公演終わって、大阪かな、地方始まる10日ぐらいあったんですよ、うん、でその間に、うん、あれ中川さんなんか詞かけてしたなと思って、うん、いやちょっと無理だけどちょっと書いてみるかなってで書いたんですよ、うん、で何も浮かばないから、その時餃子の歌を書こうっていう話をちょっとしてたんだけど。あ、そっか、してたな。そうそうそう。でも全然何にも進まないからピンとこないなと思って、それで中川さんの歌にしようと思って。俺の歌なの？その当時のその僕のその稽古場での中川さんの印象を歌詞に書いて LINE で送ったんですよ、うんうん、そしたら20分ぐらいで曲つけて帰ってきた。本当は10分なんだけど、譜面書くのに10分かかったんだよ。本当は5分って言えちゃえばいいんですか。本当は5分で遅いよ。歌詞見ながらもう出てきちゃったから。いや、そう、早いんですよ。でも歌詞を送るとすぐ返してくれるんですよ。だから夜中のね、うん、2時3時ぐらいでしたね、うん、スッと帰ってきて、うん、曲つけて、うん、早いと思って、でそれ聞いて泣いちゃって感動して。そうなんだ。いや、すごい。いや、本当にびっくりした。それで調子に乗って15曲ぐらいできたんですよ。すごい、すごい。でそれやりたかったんだけど、ちょっとそれ長すぎるんで、ちょっとね、短く。そう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 。まあ、こういうコーナーにさせてもらいましたけれど、その最初に作った歌っていうのをまず聞いてもらおうか。ぜひお願いします。ね。よろしく、本当に、はい、歌いましょう。まず、すごい緊張した。緊張してんだ。緊張するでしょ、こんなの。緊張すると喋るタイプなんだ。喋ってますね、いつもより。じゃあ行きましょう。お願いします。ゆっくり。
の浅かった深かった狭かった広かったどんな海で泳いだとしてもゆっくり泳いできたんでしょう潮の流れに身を任せ大きな空を漂うようにそれがあなたの生き方どんな空を渡ってきたの低かった高かった狭かった広かったどんな空を渡ったとしてもゆっくり渡ってきたんでしょう風の向きに身を任せ大きな海を漂うようにそれがあなたの生き方道を歩いてきたの狭かった広かった登ったの下ったのどんな道を歩いたとしてもゆっくり歩いてきたんでしょう自分の気持ちに正直に広い宇宙を漂うようにそれがあなたの生き方ありがとうございます嬉しいです記念すべき1曲目記念すべき私作詞第1曲目を皆様にご披露できるこの機会を得られまして次の曲いきましょうか、なんだけどねそうそれで終わった後もねバーベキュー4回やったよやりましたね4回お家にも行ったし大きいバーベキューから小さいバーベキューまでねこんな大きい塊の肉を買ってきてくれるんですよ、うんそれハサミで切りながらあれがうまいよねうまかったです、うん、ごちそうさまでしたいやカットして焼くんじゃなくて丸ごとこうそれをこうひっくり返しながらですねなんかこうなんてローストビーフみたいなのねはい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 あれがいいよ皆さん紹介してくださったんですね、うん、今そう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 の美味しい食べ方をねだから家族ともね家族どこにいるの上上いね今度はまた遊び行くね。ね、うん。お願いします。いつでも来てください。うん、いつでも来てください。いつでも来てください。行ったけどいなかったってじゃやだよ。いや留守の時ありますよ。行ったけどいなかった。ほとんど留守です。来たんだけどさ。みんな働いてんだから。小学校行って保育園行ったりしてるから。じゃあまあ予定合わせて。そうですね。その方がいいです。ね、うん。また肉買ってくよ。お願いします。はい。次の歌はずっと見ていたいという歌なんだけれどそうですね、うん、これはさっきのゆっくりっていう曲だったんですけどね、うん、これずっと見ていたいっていうのは、うん、いやちょっとまああんまりこういう話もあれなんですけどじゃあ歌に行きましょうかよろしくお願いしますちょっと説明させてくれちょっとこれあそういやいいですよいいじゃあ説明して短くいやそんな大差あれじゃないんですよ、まあ、あんま争い事嫌だなっていう話もう平和な歌だねそうですね、うん、ねそうです平和の歌わかりやすい聞いてください、ね、よろしくお願いします2曲目大きな空の下でいくつの笑顔に会えるんだろうたくさんの笑顔に会ってみたい。そしてどんどん笑顔が世界に広がってほしい。
くたびたいような空に登っても、まだそのたくさんの笑顔を見ていたい。大きな雲の向こう、いくつの握手が見られるんだろう。たくさんの握手を見ていたい。そしてどんどん握手が世界に伝わってほしい。行くたび太陽が海に沈んでも、まだそのたくさんの握手を見ていたい。大きな海の向こう、どれだけ涙が流れるのかな。悲しい涙は見たくない。温かい涙が世界に広がってほしい。行くたび星が夜空を流れても、まだその温かい涙を見ていたい。ありました。ありがとうございます。いいじゃん。いいじゃないですかね。いいですか。いいよ。いいじゃん。曲がね。いいよ。詞もいいよ。いや、曲がいいですよ。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです、本当に。今度あの子供たちに向けてなんか作ったらみたいなことを俺言ったんだよね。そうなんです。それが最初の1曲目のゆっくりっていう曲を最初にお送りしたんですけど、でちょっと子供たちにね向けた曲を書いたらって言ってくださって、それで あそうだなって、ちょっと何かのヒントになるかなと思って、 それでできた曲が何曲あってね。ね、いや基本そうなんですよ。基本子供たちに向けて書こうと思って書いた。あ、そうなんだ。その初期の名作ですね、これ。あ、言っちゃった、言っちゃったら今名作です。まあ名作かもね。名作ってあの迷ってるっていう。あれ、あらら、そうなんですか。いや、そんなことない。そんなことないですよね。そんなことないです。そんなことない。ご謙遜を。よくわからないな、誰がどれを。積み木つみつみっていう、ね、そうなんですよ、うん、積み木つみつみっていうね曲を次お届けしようと思いますが、うん、お届けしよう。お願いします。はい。積み木積み積み崩れて残念、積み木積み積み高いぞヤッホー、積み木積み積み三角どこだ、積み木積み積みお城だヤッホー。雲まで届くかな世界よ、広がれ思えば届くよきっと空まで。積み木積み積み四角はないよ、積み木積み積みみんなでヤッホー。短いな。短いですよ。短いな、これ。大体短いですよ。いや、特に短いな。特に短いんです、これ。すみません。じゃちょっと美空ひばりでちょっと歌ってみて。急で申し訳ないけど。美空ひばりで。かしこまりました。はい。じゃあお願いします。つみきつみつみつ高いどやほ、つみきつみつ三角どこだ、つみきつみつみお城だやほ。熊まで届くから世界を広が、思えば届くよきっと空。つみきつみつみつ四角がないよ、つみきつみつみ
みんなでやっほー。いやいや、むちゃ言うな。じゃあジャッキーチェン、ちょっとあの韓国語、台湾、広東語、広東語お願いします。一生中回在心有风，我看待有威气，亚当都回在心要走屁眼，哎呀，一生中回在心中，我回在里头后，亚当都不回心，哎呀，谁好？你说你谁好？谁好？谁好？这是我多回的一种，也配合我在这，一生中回在心，亚当都不回心，人的事业用好买的中国里的人。やってくれるな、何でもやれるんな、もう拍手してる割に全然薬ともしてなかったいや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 、でも何でもやってくれるな。いやいや、やりますよ言われたら。あのね、そうそう、一緒に飲んでね、あの追いかけて行って飲んだ時にね、あの途中でね、僕がね、あのゴッドファーザーの、ね、マロゴッドファーザーのシーンだったらどこでもできますよって言うので、マーロンブランドのね、これ全部それ面白かったのよ。でね、じゃあ最後マーロンブランドで、知らないじゃん、わからないじゃん、マーロンブランド、わかんなくたっていいの。つみつ高いぞよ、つみきつみつみつ三角どこだ、つみきつみつ、ヘイマイコー、雲まで届くこの世界よ、よ思いは届くよきっと空まで、つみきつみつみつ崩れてたな、つみきつみつみつ高いぞよ。歌いながら死んじゃうのね。そうそうそう、歌いながら死んじゃうのね。あのね、死んだ後、ま、死んだ後背中に任せなさいって書いてあるのめちゃくちゃおかしいんだけど、いやいやいや、もう任せたらいいんだ。知らないから、マーロンブランド皆さん知ってるよ、面白い。末っ子のマイケルが国を追われとるんだ今。これは戻、安全に戻したいんだこの国に。ただね、ただみんな可愛い顔で見てた。いやいやいや、あなたがやらしたんでしょう。次の歌、はい、お願いします。これは船をいくつ浮かべたらっていう、これはどういう発想ですか。え、船をいくつ浮かべ、いやいや、もう聞いてもらえばその通りなんですけど、うん、いやこれも結局やっぱりね、みんなで仲良くっていう、世界平和っていうか、仲良くそんなに手をつなげたらなっていう感じのことです。私の両親が、はい、瀬戸内海の大島という島なんですよ、割合大きめの、はい、それで本州が、まあ、晴れてるとよく見える、はい、で島の人たちはその本州に憧れてるわけ、うん、ね、でずっと船でこう小さい頃は船で往復して、おじいちゃんが最後までこう手を振ってるのがずっと見えてるぐらいな距離なわけよ、はい、でそこで、ね、そこに橋がかかった、それはもう島民の人たちのもう長年の夢だったわけ、夢が叶った橋なの、はいはいはい、でその島にはね船を並べて、そうすると本土、ま、本州まで行けるよっていう歌があるの、民謡で。へえ。でそれはもちろん知らなかったでしょ。パクリですそれの。いや嘘嘘、知らなかった、知らなかった、知らないだろ、知らないです。うん、そういう歌があるんだよっていうのを教えてもらったことがあって、じゃあそれと同じ
歌が来たんでね、本当に驚いてパクリかと思った。いやだからそれがいいと思う。嘘だよ嘘だよ。みんな笑うとこ笑って。いやいいじゃん、笑ってくださってますよ、すごく。ありがとうございます本当に。じゃあその歌いってみましょうか。はい、お願いします。船をいくつ浮かべたらお隣の国へ行けるかな。大きい船、小さい船、みんなで一緒に浮かべよう。船をいくつ浮かべたらみんなと握手してみたい。赤い船、白い船、みんなで一緒に浮かべよう。あちらの国からこちらの国から一緒にスタートしてみてね。出会ったところで握手しよう。船をいくつ浮かべたらみんなと握手してみたい。大きい船、小さい船、みんなで一緒に握手しよう。ありがとうございます。いや本当にね、こんな機会をいただけて本当に嬉しいです。今実感しております、ようやく。いやようやく。いや分かんないです、もうね。いやいや、あのね、終わった、そのミュージカルが終わった後また飲もうよみたいなことになって、マンドルメンバーとかね、でみんなで飲んでて、いや実はね僕たち歌を作ってんだよって言ったら、あこの彼らがね、それライブやんなきゃいけないですねっていうのが最初だった。でまあ15曲っていうのはまあ結構な数だけど、リサイタルするにはちょっとね少ないんですよ。そうなんですよ ねやっぱりもっと50曲ぐらいこうあって、その中からチョイスするぐらいなものがいいかなと言って、その時で、じゃあバンドの名前どうするって言ったら、高崎って名前にしようって言ったの。高崎だるまのね、高崎さんっていう役だったから高崎にしようって言ったら、アッキーが高崎ジャンクションはどうでしょうかって言ってくれて、ジャンクションだからほら出入りがあるし、行ったり来たりするし、みんなが集まるところでもあるし、そこを発信して地方に行くっていうこともある、まあ、いろんな意味合いでジャンクションってつけた、すごくいいなって言って、ですからもう少ししたら高崎ジャンクションのリサイタルがあるかもしれません。一生懸命作詞します。また来てください、よかったらぜひ、お願いします、ね、その時はお願いします。いや本当に中原さんありがとうございました、こんな機会を、貴重な機会をいただいて。ちょっと誰なんだかよく分かんない。ありがとう、アキ、ジャカル、ポール、エミさん、モモカちゃん。じゃあそのでもう高崎ジャンクションっていう名前でやるっていうんで、高崎ジャンクションのテーマを作りましたんで、高崎さん最後の歌はこれを歌で締めていただきたいと思います。とうとう最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。ナイスナイス。またあの時はその時は来てください。その時あの時は来てください。その時ね、お願いします。行きましょう。じゃあ繋がるように。お願いします。高崎よいとこ、一度はおいでよ、一緒に歌おう、合流しようよ、みんな最高、一緒に踊ろう。みんなで交差して、いつしか夜が明ける、とってもいい
よみんな最高一緒に走ろう高崎ジャンクション Come on baby 高崎ジャンクション Come on baby 高崎ジャンクション Come on baby一度はおいでよみんなで叫ぼう発散しようよみんな最高一緒に跳ねようみんなで分岐してもいつしか元通りとってもいいよみんな最高何度も出会おう高崎ジャンクション Come on baby高崎ジャンクション Come on baby高崎ジャンクション Come on baby 高崎さですね。勝手にコマーシャルのりたまの巻でございますけど、これを聞きながらのお別れとなります。また来週さよなら。ほかほかご飯の上にのりたまささっとふりかけ今日ものりのりで行こう。海苔と卵だけじゃないごまさば抹茶塩パパもママもジジもババもみんな大好きいろんな味が楽しい海苔玉朝昼晩に海苔玉海苔玉丸見屋